シュドエスト SE-200 シュドエスト SE-200 アムピトリーテーは1930年代今つにフランスのシュドエストで製造された旅客飛行艇である。もともとはフランスの航空機産業が国有化される前にディオレー、オリビエレオ H-47 として開発された。SE-200 は型持ち式航翼単用に装備翼の6発エンジンを装備した巨大な飛行艇であった。 この機は1936年にフランス航空省のエールフランス向けの航続距離 6000km、旅客20人、貨物 500kg の大西洋横断旅客機という要求仕様に応じて開発された。ラテコエールのラテコエール631、リオレアオリビエのレオ H-47、ポテーズのポテーズ161の設計がそれぞれ提出され、 すべての機体の製造が承認された。1938年の航空ショーで水に浮かべられた SE-200 の巨大なモックアップが展示された。第二次世界大戦が勃発した時には4機の SE-200 がマリニャーヌで製造中であり、フランス降伏後も作業は続けられ並行して5番機の製造が始まった。初号機。 クリスンド・ロシャンボが1942年12月11日に初飛行を行った。その後のテストはドイツ占領軍に中止させられ、初号機はボーデン湖に運び去られた。この機は1944年4月17日に英国空軍のモスキート機の攻撃を受け破壊された。9月16日のアメリカ軍のマリニャーヌへの航空攻撃で2番機が破壊され、他の機も 大きな損傷を受けた。戦後、作業の進んでいた3番目の SE200 が修復の価値があると判断され、引き上げられた。結局、この機は1946年4月2日に、飛行したが1949年10月に洗い、着水で損傷し、以後修復されることはなかった。4番機を完成させるという計画もあったが結局、進展せず、5番機は、 スクラップにされた。SE200 書号機の残骸は1966年にドルニエ社によって引き上げられた。SE200。ありがとうございます。